はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん、今日はですね、あの YouTuber、東海オンエアさんからね、挑戦状を受け取りましたので、今日はそれに参加してみたいと思います。ではですね、皆さん、まず、そのね、東海オンエアさんが出している挑戦状、ご覧ください。どうぞ。いいことを思いついた。さあ、ショータイムだ。全 YouTuber および全視聴者の諸君、俺たちが遊び相手になってやろう。アバベルオンラインにて1月4日我々東海の映画登場する。6人最強の布陣で実際に6人して待っていてやろう。もちろんボスを操るのは俺たちだ。12月29日から僕たちの分身がゲームの中に召喚されるらしいから、せいぜい特訓しておくといいさ。諸君らの参加を待ってる。ということで、いかがでしたでしょうか。皆さん、挑戦状ですよ。YouTuber だけじゃなくね、視聴者さんにも向けた挑戦状ということで、どうですか？受けて立とうじゃないですか！ということでね、今回は、こちら、東海オンエアさんがね、挑戦状を叩きつけてきた、アバベルオンライン、実際にね、プレイしてみたいと思います。はい、ということで実際にこちらアバベルオンラインやっていきたいと思います。このゲームね、 MMORPG と呼ばれているね、ゲームのジャンルで、大人数で一緒に戦えたりとか、一緒にクエストに参加できたりとか、まあそういうね、ゲームでーす。はい、では実際にやっていきましょう。今僕これマスオって見えますでしょうか。ちょっとイケメンなね、男の人にね、ちょっとね、アバターになってるんですけど、はい、こちら僕でございます。で、今ね、この拠点をね、ちょっと走り回って皆さんにね、ちょっとご紹介しているんですが、いかがでしょうか。とっても綺麗でしょ。ね、スマホゲームすげーってね、改めてこう思っちゃうんですが、まあ今ね、画面いろいろごちゃごちゃあると思うんですが、左上がレベルね、HP です。で、右下がね、これアタックとかね、なんかいろいろ丸に囲まれたものがあると思いますが、これ、スキルとか攻撃とか、まあ、自分でいろいろセットできたりするんですけど、まあ、そういった類のものです。例えばこのダッシュを押すとシューっていくじゃないですか。ね。こういう風に、シューって。で、一回使うと何秒間が使えなかったりするんですけど、ほら。まあ、こういう風なものです。で、一番下のキャラクターコミュニティオプションっていうところがあるんですけど、まあ、ここですね。ここではチャットができたりとか、あとね、このキャラクターのスキル、ステータス、装備、アバターなどなどね、そういったものがこうね、変更できたりする欄になっております。はい、ということでね、もうね、やり込み要素が多すぎて、まあ本当にね、どこね紹介したらいいのか、まあ僕も本当初心者なんですけど、その中でね、皆さんにね、どこをね紹介しようかなっていう感じではあるんですけど、ほら、ケーキ職人、鍛冶屋、合成屋さんね、いろんな方がいますね。はい。ではね、実際に、ちょっとね、冒険に今回は早速行きたいと思います。で、この真ん中のね、ところですね、転送管理人セリシーさんにお願いするとですね、転送ということで、まあね、いろんな、転送先がいろいろあります。PVP 受付、プレイヤー VS プレイヤーの受付のところだったり、イベント広場だったり、さらにね、階層って言って、どんどんね、回をね、こう上がっていくんですよ。で、上がっていくにつれて、どん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 強い敵と出会う。うん。そういうね、ところが、そういうところでクエストをこなしていくんですけど、じゃあちょっと5回まで500ね、ゴールドかかるんですけど、はい、飛んでみたいと思いまーす。ピュン！正直、ここきつい、僕。はい、ということで、出現階層5階、エスナーというところに来ました。いかがでしょうか？めっちゃ綺麗でしょ？で、こちらがマップになります。で、このゲームね、どういう風に進めていくのか、本当に簡単にご紹介すると、クエストっていうのがね、受注できます。まあ、この方、
まあ、こういった方でたくさんいるんですけど、こういう方にお話をしてみると、まあ、クエストをね、受注することができます。で、このクエストをクリア、ね、たくさんしていくと、ボスがいるんで、そのボスをまた倒して、で、さらに、こう、レベル、さらに装備、職業、スキル、などなど上げつつ、またクエストをこなし、ボスを倒しっていう風にね、進めていくゲームです。ではでは、ちょっと冒険してみましょうか、まずね。おぉ、なんかいる、なんかいる！ギルトゥウィックっていうのがいますけど、じゃあ攻撃してみましょう。おら、おら、おら、おら。で、このね、さっきご紹介した右上のところ、これスキルなんですけど、ここを使うと結構やっぱりね、強い攻撃がこうできます。俺強くね？えい、や、えい、はいはいはい。っていう感じですね。で、この方もおそらく、クエストですね。ほら、出現階層 S のミジュッチュ、これですね。属性の真の力っていうことで、まあ、こういう風に、クエストを受注します。で、そのクエストを、こう、クリアして、この方にね、また報告をして、経験値をゲットしたりとかね。まあ、さっき言ったのとね、一応同じ流れになります。ちょっと上の階層行ってみる？ちょっと、多分、うわ、でかいやついる！まあ、マジででかいやついる。エビっぽいのがいる。うわ、怖っ！怖っ！なにこいつ？えい。シーザースターだって。ハサミの敵だ。おらおらおら。よし。転がりながら。危ない。多分食らうとやばい攻撃だから。やばい。逃げろ。ああ！ 600！ 一発で600食らったんだけど。ああ！やばい。ちょ、回復しよう。これ、この敵、やばい強くね？わあ、あと遠距離攻撃とかも使ってくるんで。結構強い。ああ、やめて。まあ、こう、ちょっとね、今は、このね、戦いはこれで一回終わろうかと思うんですけど、まあ、こういった形ですごくね、強い敵とかもいるんで、スキルを鍛えたり、レベルをアップしたり、うん、そういう風にクリアしていきましょう。はい、では、この回でもね、すでにね、かなり苦戦しているんですけど、ちょっと調子に乗って、次の回に行ってみたいと思います。で、次の回に行くと、またね、全然違ったね、そういう、フィールド、出現階層サインということで、すごいこう、水な場所だね。で、どんどん進んでいくと、さらにね、違ったこう、場所に出られるんで、そういうのもまた楽しいと思うんですが、という形でね、どんどん上の階を目指しつつ、レベルをアップしつつ進んでいくっていうのがね、こちらのアバベルオンラインになります。まあ、ここにね、うわ、やばい。僕だけじゃなくてね、いろんな方がね、一緒に参加できたりするんで、そこがね、また面白いところなんですけど、すごいやついるよ！なんだこいつ！やばそうなやついるよ！攻撃加えてみても、あー、やばい、あーやられたー力尽きました。まあ、ちょっと無謀なところにね、僕今行ったんで、まあ簡単にこういう風にね、やられてしまったりはするんですけど、まあ下の階層のね、クエストをしっかりクリアして、上の方を目指す。さらにはね、合成屋さんでアイテムを合成したり、装備を整えたりといったね、そういったね、ものができますんで、そういうのをね、しっかりして、ね、みんなで楽しく参加をしていくという、そういったゲームになっております。でですね、1月4日から東海オンエア座をね、みんなでね、倒せるようですので、ぜひね、皆さんで参加してみましょう。で、それまではですね、12月29日から特訓用の東海オンエア座が出るということですので、ぜひね、皆さんね、年末は、ね、年末年始、まずは特訓用東海オンエア座で特訓して、1月4日から本番のね、東海オンエア座、倒していきましょう。ということで、これからマスを特訓していきたいと思います。ぜひ皆さんも一緒に参加してみてください。詳細はね、動画概要欄にありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。